あ、お、バイパーさんですか？先方バイパー。さあ、2P 側 B チームどうする？お、長州さん？長州さんが、まあ、剣だとは思いますが、剣ですね。さあ、バイパーホーク対長州剣、先鋒戦。あ、ちょっとね、B チーム、ちょっと龍剣がちょっと固まっちゃいましたけど。あーっと、歩いて投げる。あ、バイパーさんもね、最近は復活したかと思いますが、腕はね、衰えてないんで。あ、フォーが当たって、あ、めくり、あ、コパコパレッパー。さあ、先鋒戦勝ったのは長州剣。さあ、剣ですが、残ってるのが草ハイビギ SE。さあ、SE さんが行くのかな？あ、SE さんは残儀使いかな？そうですね、2P 側のキャラは結構残儀で食えるキャラが多いですからね。龍拳とバイソンしかいないので、これはかなり残儀の活躍の場が。ダイアッシーはめてって、あ、はめって、もう一回で終わる。さあ、ダイヤシタイク、ちょっと距離が違いましたね。さあ、ザンギに対しても果敢にはめに行く。リバサ昇竜出ますね。昇竜と投げのタク。あ、飛びに引っかかる。ここはレッパー。さあ、今日は 100% 出てます。さあ、打率 100%。 さあ、今日は10割ですね。長州さんが2人抜く。そして 1P 側3人目がハイビギバイソンかな。さあ、長州さん、レッパーを毎週木曜こそ練しているというリーク情報。基礎練は欠かさない。最近基礎練かなりしてますね。さあ、稼働25年以上経ったゲーム、まだまだ練習は必要です。必要ですよ。クレイジーがあると便利ですね。なんなんだ、あの、あれガンガン行くね。大丈夫。さあ、ハイビギガンガン行くが、ガンガン行くと、ああ今は投げに行った。いや、なんでしょう、痛恨のミス。
ミス長州さんはでも飛び込みでヒット確認してレッパまでつなげる人なので、うん、今のは多分なんかまず出なかったのかな。ミスかな、うん、ミスですね。レッパで締めようと思ったのかな。ちょあれ最速のタイミングで突っ込むのはマジでね、こういうことになっちゃうんですよね。なっちゃうね、うん、はい、なのでいかにいやらしく、そして、うん、さりげなく昇竜とりあえず昇竜をね空振らせないとね、はい、あの、うん、いやなんか精神的にはもう昇竜を出させる動きっていうのがねバイソン側は難しいんですよね。今のめくりに行ったけどスカってなやっぱり膝つかめに行って、あっ、はい、はめていく。どっちでしょう、どっちでしょうか。ああ、出ました。あれはあ、スト2ならではの現象だよねあれは。今なんか食うぐらいしてた。うん、あの2ヒット食うぐらい、食うぐらいしてましたか。あれ多分ねスト2以外のゲームではないじゃんあの現象。重ねちゃんが甘くてなんか浮いて、ま、宙に浮いてましたけど、2ヒット目で浮くっていうのねこのゲームあるんですよ。あるよね、ベガ使い必須のテクニックですよね。ね、ベガは狙いやすいよね、ジャンプ以降が早いので。おジャンプが早いんで、うん、さあこれ杉バイソン、これはあ杉バイソン、バイソン対決、バイソン同キャラ。しかし、まあ、バイソン同キャラはね、まあ、お互い結構経験あると思うんだけど、それは何今の、それは危ない、あの割れるんで。割れるの、割れる。あ技で、まあ、目の前でブンブン振ってたらクレイジー当たっちゃいましたさあこれは、あ美味しい中パングランド、しっかり投げ返されて、投げ返しが、あ、色気を出していく。色気は出さずにそのままもういっちゃえって感じなんですけど、あ、色気を出したクレイジーが溜まっている。ああ終わりです。あえて出さない、うーん、なんかタンパーがあんまりね使いづらいんですよねこれ。バイソン対決、残念ながら、はい、スギちゃんの良さが生かしきれないカードだと思いますさあ破天荒竜、破天荒竜です。なるほど、画質が変わったと。あ、うまい、見てから、これは見てから、これね、うわー、グランド、あの技恐ろしすぎるよ、ほんとクレイジー、いい技だね。ちょっと e スポーツではちょっと許されない技かな、うん、そう、そうだね、いいじゃない、いいじゃないいいじゃない、これは、あ、うまい、すごい、ちゃんちゃんちゃん、竜巻、あ、読んでました。まあ出させましたね、出させました。これはね、まあクレイジーもないからね、もう強気に行っちゃってもいいと思うよって思ったら波動クレイジー溜まりそうだわ溜まってしまった。どうするどうするどうする、あーまだ生きてる、ヘッドはダメです。ダメだと思ったら真空打ってた勝ったのはビギーさんです。あ、2P 側は4人目大将かな、はい、大将ペコさんですね、 TCO さんです。バイソン、エースケン、バイソンはちゃめちゃに有利です。あ、そうなのこれ、バイソンはちゃめちゃに有利、あのヘッドにとりあえず波動でヘッドを打たせて台足でかかすっていう基本なんですけれども、うん、これですね、あれね、ただまあ、うん、空振ると結構危ない危なかったね今、危ない、これは割れるね、割れる、はい、なんかさっきの長州さんと同じ現象がさっきの長州さんと同じ現象が今まさに起きていた。なんかあるのかな、ハイビギーバイソンなんか裏テク使ってるか最速はダメ、昇竜で釣ってフィッシュフィッシュ投げる、昇竜中盤グラウンドできなかった、投げる、投げは減らない、危なかった、ヘッドが噛み合う、いっちゃう、いっちゃったいっちゃう、いっちゃう男でした。あ、ワンピー側も大将、あ、草チュンリー、はい、
これがね、やっぱりね、最後の砦、草チュンリーかなりでかい壁。なんだその技。波動の手がかり潰した。そんなに減らない技だけど、なんか食らうとムカつきます。これは、うん、怪しい。ファッション流。さあ、釣りの時間だ。フィッシュ、フィッシュ、フィッシュ。大量ですね。うわ、釣りの釣り名人ですね。釣り名人、釣り名人、釣り名人。モンハンにそんなスキルあったな。釣り男、釣り男 BGO。 さあ、竿を垂らしてますね、これはね。これは釣り糸垂らしてますよ。あ、やばい、食われた。逃げられた、逃げられた。これもう今お魚に襲われてます。やばい、と、うまい、うまい。いやー、戦列もあるし、なんかこいつ、これ、あー、これは食われちゃいましたね、完全に。逆に食われた、逆に食われました。大物、この大物をやっぱり釣り上げるのにはね、相当苦労しますよ。昇竜、昇竜、昇竜剣。うまい、うまい。うわー、ものぐらい逆転。これはこれはどうなる。熱いぞ。まだゲージがない。でもたまりそうだな。たまるー。タイクしっかりため切った。勝ったのは草さんのチュンリー。というわけで、A チームが抜けましたね。続いては C 対 D、 C 対 D。 はい、すいません、じゃんけん負けちゃったんで、でチーム先出しになりました。コンパネ選べます。はい、 C チーム友澤デレロ忍ぶ男、 D チーム慶心小江戸ピロシハゲ。はい、じゃあ D チーム 1P。 まあ、いてくれると頼もしい。さあ、ハゲバルログに対して、ハゲさんがとりあえず行くというので、はい、バルログで、バルログで、バルログを選んでみました。なるほど。対して忍はバイソン。さあ、ストロングスタイル始まっている。まあ、これはまあ、バイソンの下段芋掘りがね、非常に強くて、適当にブンブン振ってるだけでもなんか食らってくれてるみたいな感じなんですけれども、ハゲさんのヒョウバルがいやらしくて、最近ハゲさんはヒョウバルを練習して。なるほど、ヒョウバルの練習してきた。今日はいないですけど、厄介です。ね、中野さんからヒョウバルの練習だということで、ね、なるほど、ヒョウバルの練習、ヒョウバルの精度を上げればですね。アイアンマイクしっかりテラータイク。さあ、分かりづらいボクサー、各班からしっかりボクサー。あ、ハゲバル、冷たい、冷たい、爪が冷たい。まだゲージがないので、ある程度爪を振って。ダメダメダメ、これ2択。これはなんかちょっとやろうとした。これはどう見てもでも裏になっちゃいましたね。
じゃあこれどうしようか。俺僕行きます。さあ C チームはトモザ、残りトモザ、デレロ、男なので、で男バイソンが行く感じですかね、多分ね。まあそうですね、まあ、まあ、ベガかバイソンだとは思いますが、はい、男バイソンが行きます。はい、さあこれは男くんも結構、うん、好んでやってます。結構やってますかね、カードとしては。うん、影さんもね、このゲームでこうきっちりバルセロナか固めたりとか、そうですね、重ねか、その辺はそこまでねやれてないと思うんで、単発だとなかなかねバイソンの火力に追いつかないっていうのがありますよね。こうなるとあと、はい、しきちゃんのあれですね。あれは着地の隙がなくてね、隙もないですが、うん、だからまあ、バイソンが若干今表から表に行った気がしたのでちょっと危なかったですけど、まあでも危ないって言っても下段が当たらないんでね、あーなるほど、タッチシューパンチで着地前に落とすぐらいしかバルログがやることが。さあこれは、うん、しかしハゲバルログが、はい、お、うん、まあ、これはクレイジーがあるんでちょっとあれですけど、そうですね、結構ここからね、うん、あ、ここはもうテラーが出れば終わりだよと。そうですね、まあ、はい、でも今男もねダメ元でいった感じか。そう、なんかしゃがみ小パンチがねバルログ固め技としてすごい強いというようにこの前あの男バイソンから聞きました。これがでかい、あとテラーにでピオラナイ、うん、シーパングランド。さあここでちゃんとヒョーバルに行く、あと隙間があった裏から早いサメだと切れてますね、はい、はい。さあこれ D チーム困りましたか、どうします。やはりピロシホンダはトモザベガに取っておきたいというところがねあるのかなという。どうしましょうか。なんか小江戸さんが行かれるそうです。あ、あれ、なんと志願して。小江戸さんが、はい、ちょっと我々のアイコンタクトだけで行きました。あ、そういうことね。あ、まあでもそこはね、もう、はい、あの行きたい人で。ということはということだと思います。はい。はい、このカードはね行きたいんじゃないかなと、うんうん。前に投げる、いいですね。投げ返して中台つないで確定が入ってはいいですね。ですね。さあやはりねこれ火力差はバイソンにあるかなっていう感じがするんですが、前投げ受け身もないぞ、当たんない、なぜ。男もね最近このカード結構やってるんでね、そうですね、対応力についてきてるなっていう感じはするんですよね。ただこうなるとやはりバイソンは結構多いですね、ダメージ。スラが相打ち、ちょっと甘えた、甘えたぞ、うん、今すかりそうな感じもしたけど、あー、なるほどね、早出し、はい、あれバイソン使いはね結構あの体力なくてもしゃがみ大パンチ出して相打ちで死んでしまうんですよね。あーなるほど、それ狙いというのは、脊髄反応のそうそうそう、結構あれ良さから来る、ね、脊髄みたいなところ、やっぱ脊髄あるんですよね。さあここはベガのだ、うまい、見てから、これは切り返さない、ちょっと中で行ってガード、この辺小江戸ベガがいい感じの読み合いでいいですね。これの受け身がないので、あっと、ちょっとしくったが当たらない、かくらない、うまく逃げでもした、自動二択の中盤、そしてうわアッパー減る、ここでアッパーかー、ということでどうしましょう、ケイジンさん、結構ね男最近本田戦やれてる気がするから、私が先行った方がいいですかね。かしこまりました、のがいいですかね。わかりました。よっしゃ、私行きます。さあ、ケイシンさんが残りのキャラを考えて、まあ、ベガで行きますと。さあ投げ返してダブル2投げる、壊しから今投げかな、大形最高、ここはしっかり、あのヘッドは打球の時はアントビしやすいのでいいですね。とこれは開幕から前飛びでしたね。最高、めくりから投げ返して
とホバーがギリギリ届かなかった。そこを逃さない男バイソン。さあ投げて、さあこれはホバーがヒット投げ返している、投げ返している。こちらも投げ合いになってる。さあ両方スパコンある、ちょうどかな。あ、負けちゃった。はい、ワンピー側は大将ですね。大将ピロシガとモザとデレロリュー倒さないといけない感じ。ちょっとね、最近男バイソン結構このカードもやってます。リードされるとホンダがかなりやることがね少なくなってしまうというところで、このラウンドはしょうがない感じ。はい、1ラウンド目はねこのカードがこんなあの進行早いの珍しいんですけども、ただこうなると今度はバイソン側が攻めづらいので、まあ長い勝負になることが多いと思うんですが、見てアンタビから押し替え、おっちょっと荒らしに来ましたね。狙い、ちょっと今ストレートの狙い、うん、はい、これは端っこだと半角が絶対にないと思います。さあこれでね、おなるほど、短パンチでダメージ差少しずつ。さあちょっとピロシも体力差が、あーうまいな。はい、男強かったですね。4立てですね。 はい、4立てで、2P 側の C チームの、勝利です。いえ、とんでもない。じゃあ勝ち同士でやりましょう。はい、A 対 C。 はい、草ハイビギーバイパー SE 対友沢デレロ忍男。じゃあ代表者じゃんけん。さあじゃんけん勝った C チームが後出しを選択。いやーちょっとおっと男バイソン強かったな。4立てされちゃいましたね。さあじゃあ A チームコンパネはどちらですかね。どっちにします。 1P。 はい、じゃあ先方決まったら始めてください。いやダメでした。はい、 1P の A チームは、あ、先方は SE さんかな。あ、 SE ザンギ。忍さんが座りましたね。忍が、これはチュンリーか、チュンリーなのかリュウなのか。チュンリー、チュンリー、まあザンギリーですからね。わざわざリュウは出さない。いろいろな強キャラが使いたい忍さん。うん、いや強キャラばっかね、強キャラばっか使うの良くないっすよ。うん、ユリアンとかも強キャラなんですか。まあ上の方ですね。あ、そうですよね、うん、さあさっきこうで追っ払っていく。あ、このクラゲがきつい。クラゲに引っかかっているうちは安心していられる。お、飛び、一回上と押さえると
あー死んじゃうので、気をつけたいですね。開幕機構相打ちでいいから対空を取って、相打ちでいいから対空と、大事だよ。うん、大事。おー、ここはここはチュンリーサマーで、これは規則戦列ガードできないですけど、迂闊に打つとそうだよね、ケーラリとかありますもんね。あーそっか。あーさあここはしっかり、さあ A チームは離して割とすぐにバイパーさんが、あーバイパーさん、そうですね、 C チーム側が結構残りがベガーバイソンで竜なんで、バランスもいいですよね。バランスいいですよね。おって考えたらバイパーさんがまあ出るかなというところでしょう。はい、今のは飛び蹴りが入りそうな気もしたけれど、あっと相打ち、相打ちなんとか逃れる。あ、回しているでもあ、あ確定、これはガードしてしまった。勝ったのはバイパーオーク。さあ C チーム側はこれでどうでしょうというところで、え、友田さん、友座ベガですね。友座ベガ来た。まあまあベガ行くだろうなという気はします。あっと、さあここはポイントになる試合な気がする。さあ体力半分、バイパーさん守りも守りが非常にうまいので、追いかける展開になると、おしかし崩した、ガードをガードして、大慶からコパン、そして台風と流れるように決まりました。さあここはフォーだが、お釣りがない高さだった感じですね。さあこれが痛い、これ痛いですね、これが非常に痛いので、そうですね、あの対空とやっぱベガのめくる食らうと終わっちゃうっていうのがあるんで、あー痛い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 ですね。さあ友座ベガ側は、おっと、うまく浮きましたね。さすがです。さあファイナルラウンド、垂直や技置きがメインになります。片やペカ側はカニで、さあこれは半分以上いった、きついですねこれ、これ苦しいですね。これは最高でお釣り、陣地入れ替え、台形で相打ちでいいか対空だよと。勝ったのは友座ベガで、まあ決めてたと思います。ハイビキバイソンですね。ハイビキバイソン、開幕最後から投げ、友田さんはこの組み合わせ非常にうまいので、さあピオーリー中盤ダブル2とP勝ちしていく。さあ開幕からスカシが通った、投げて、また投げ、また投げる、また投げる、
さあこれで守れると。さあこれで、あと、ああグランドが出なかった。ああ入らない、ダイパンも当たらない。うわちょっと匂いましたがなんとか。さあダブル2で画面端、最後2段目が当たる。なんでだ、めくりだったまさかの。いやそんなことないですよね。表ではあると思うんですが、隙間があったところなんでしょうか。おっとでかいタンパキタが投げ角でしたね。投げ角、角っていた、見る感じ投げ角じゃないかな、さすがに。さあ画質、画質はうん、なんででしょうね。 A チーム大将草チュンリですね。極論チュンリが全員に行けるということで、まあ取っときますよね。そうっすよね、チュンリーならね、無理っていう組み合わせないですからね。そう、チュンリーならないですよね。なんかクーペでそんなチームあったような気がする。チュンリー、なんかそうチュンリーならねとかいうチームありましたよね。クーペかなんか、あったそんなあったっけななんか気のせいかもしれない。サードのことです。さあ草チュンリーが取っております。さあただ友座さんもチュンリー戦は非常に得意としているというか、おお何人もやっつけてきているので、ここは見ている。今のかなり完璧な動きでしたね。いい流れでした、うん、おっとホバー、ホバー、ホバー、あの距離のホバーは効きますね、いろいろ打つかねっていうのもありますけど、下段卓は結構空いちゃうのかな。おっと、おっと、これは痛い痛い、ちょっと投げる、投げて勝ったのは、C チームですね。あーちょっと C チーム強いな。 C チーム強いです ね、 ね、はい、さあ勝ち上がったのは C チームなので、ここから敗れた者のブロックが、次は B と D でいいんですかね。はい、こんな感じになりました、勝ちトーナメントの方は C チームなので、 C チームはどうなんでしょうね。あのハゲさんが後で決めると思います。あの1位得点は、基本的に、はい、そうですね、はい、じゃあ B 対で、はい、長州ペコ杉破天荒対京神小江戸ピロシハゲ。男さんいらっしゃいますか。じゃあマイク男やってもらいましょうか。
ロングとバイト。よし。はい、お疲れ様です。B 対 D で、B チームが、はい、はい、ハゲさんが、先に出してキャラがバルログと。さてこれを見て B チームは誰が出てくるかといったところですが、ステージは残機ステージですね。投げ返しができるんや。はい、というわけで、出てきたのが、スギちゃんかな。よいしょ。はい、じゃあ、はい、ルーサーズ1回戦ね。そうですね。はい、スギ対ハゲ、はい、です。はい。S なんですね、これね。S ですね。オワーって聞こえましたから。S の方がいいっていう判断。そうっすね、まあ、さすがにないだろう、まあ、若干好きに使ってる感はありますね。うんうんうん、はい。いや、バルログ相手だと、うん、結構投げの卓がしんどくなっちゃう、そうっすね、かもしれないですね。受け身は欲しいですが、あっ、あれは、ヘッドで抜けてもしゃがみ、はい、シューパンチもらって確定なのかな。あ、確定ですかね。確定ですよね、はい、多分ね、うん、これストレート、はい、しゃがみに当たるけど、はい、あんまりそんなことが続かないから。そうですね、当たりますが、そうストレート出したってことはヘッド出ないんで、はい、だからその後、ね、バルログ結構あれですよね、はい、しゃがみ中パンチを気安くらせちゃいますよね。なるほど、一回振らせれば自由な時間が、おっと、はい、あらー、ああ惜しい、あ、確定は取れなかったが、はい、おお、ダブル KO ですね。すごい、今よくグランドアッパー、うん、あ、グランドじゃないか、普通のアッパー、はい、アッパー出ましたね。よくね、普通のダッシュアッパー、はい、結構真上から来てたんだけどワンチャン適当にキック出ちゃった可能性ありますけど、はい、はい、だってしばらく杉さんってあれでしょ、はい、ダッシュアッパー出ないんですよね。出ないですねでかいのね、出してからじゃないですよね。単波出したから出したって感じですね。さあ、これはそろそろ、うん、セブンぐらいなんで、はい、即死ですよね。はい、しかし出せないまま終わるか。うずうずしてますね。出したいんだが、バルログが空中にいるから出しづらい、はい、あー、そうですね、そのまま死んできましたね残念。このカードはね、ちょっと短パンチの溜め方、はい、難しいですね。難しいですね。あんまりでかいの溜めて戦う人はいない気がしますね、はい、ちょこちょこ小さいので牽制した感じですか、うん、ね、それはありかもしれない、うん、はい、長州さんの、はい、長州剣ですね。剣、はい、2P 側のチームはこの後長州、はい、破天荒、はい、ペコということで、はい、まあ基本的にね、道着を出してくる感じになると思います、はい、対して、1P 側はピロシホンダがいるんですよね、はい、そうですねなかなかちょっとピロシホンダにとってはしんどい3人に、はい、はい、3人残っているんですが、うわっと、まあ、なるべくピロシさんまでにはこれはバレていて、おっと、あー、今のはおっと、そっか、あの空達は川島投げが決まりましたね、今結構高めの、はい、画面端からの画面端への空達はあれなんですよね、しゃがみ中パンシスカシを巻き込むことができるとか。ーあー、そうなんですね、うん、だから結構さっきテラーでね、空ぐらいしちゃったんですけども、それ以外も対応が難しいらしいですね。なるほど、それではめていく、はめていく、はい、さあ 1P 側は先ほどちらっと触れましたが、はい、ピロシホンダどこで出すのがいいのか。そうです ね、 ここね、なかなか出しどころが難しいんですが、はい、そうですね、はい、さああ、はい、じゃあ申告制で、はい、そうなんですよね、はい、はい、出てくるのは小江戸さんのベガです、はい、さっきこれ結構はい、私ベガで長州剣とやったんですけども、まあやっぱり、はい、長州剣ベガ戦うまいんですよね。うん、
ただメガごとにだいぶ立ち回りが違うので人相性もあるかもしれない。そうですね、はい、小江戸メガ長周拳あまりやってないと思うんですよ、はい、なので、そこを生かせればこれで3発当てれば死ぬんだが、はい、2発でもちょっと気まずい。おっとっとちょっとなんか怪しい瞬間がありましたけど、ね、まあはい大丈夫です。どっちに落ちるかがね、ちょっと分かりづらかった。はい、お、大パン、ジャンプ大パンに勝ちましたね。勝ちましたね。はい。はい、これはかなり状況いいぞ。うん、そして、こういう時にね、強気にいけるのが、これだけがいいとこ。うん、しかし、お、うまい。しっかり出しました。偉いですね。今は、一文字で寄らせようとしたのか。さあ、ちょっとダメージが積み重なったが、まだあるか。はい、さあ、ゼロ。うわーっと。さすがに削り切れば、まあ、減らなかったです ね、うん、結構開幕波動をね、はい、このカードは長周拳打つみたいですね。あ、当たらない。おっと投げて、あ、これは剣がいい姿だが、これがくって、うん、さあピョリがピョリが回避、うおー、そう出るレッパーの終わり。あー、やりますね。さあ、これってもう そうなのかな。お願いします。出てくるのはピロシさんですね。いやー、ちょっとこのツーペイ側のチームに、はい、ピロシホンダの出しどころがなかなか、そう、なかなか難しいところでは、なかなかうん、そうですよね。ということでね、はい、あの大将にさすがに、うん、ホンダお願いするのはいくらなんでもということで、3人目、そうですね、ピロシホンダがいきます。はい、まあ、このカードもね、あの、実は、はい、そこそこいけるんじゃないかとか、いやいや、やっぱ相当きついだろうと、うん、はい、近年いろいろ言われておりますが、はい、やっぱり理論値はかなりきついんじゃないかと。そうですね。うわぁ、大勝利、大勝利、魂の、はい、中盤対空。さあ、当たらない。なるほど、うまいですね。そうで出ないか。しかし今ちょっと中だったけど、うん、お一応前外れてしまったか。さあ、あと、おー、あれは魂の波動が、うん、今のは人間の反応じゃ無理ですね、あの距離でね、見てから波動拳消すのはね、うん、もう多分当たっちゃいそうですもんね、出始めに、うん、あの、はい、同時に出してれば消せたと思うんですけど、うん、見てからね、出すのは無理だったかな。厳しいですね。はい、はい、ということで、勝利、はい、お、勝利を今入れてたけどガードになりましたね。はい、はい、差し返し、お、うまい、空対空から、しかしやはり、はい、そうですね、いやうまいですね、波動の落ち方が、うん、絶妙、大一丁、はい、お、そしてカンヘタ、おっと、大昇龍、これは暴れられないもんだ、うん、しかしね、これはもう波動も、はい、うん、待ってて、いい距離で波動打つな、いいですね、あれ、やらしいですね、はい、まあ、でもちょっと歩いて、うん、おっと、なるほど、落とす、しかし時間が歩いてくるんかい。強いな。いや、強気でしたね。ステージも早いですからね、いい選択なのかな。はい、これはもうワンピ追い込まれましたね。そうですね、あとケイシンさんですね。いや、散歩でしたね。さあ、やはり道義系が多いのでケイシンさんはバイソンを選択しました。大パン、さあ、端だとケントもいいと強辛そうだが、昇竜、おっと、表から地上で行って投げて、投げ返す、投げる、これは長州さんの組み立てが非常にうまいところですね。さあ、グランド透かして波動を、おっと、避けられず投げ返すよ、うまい、しっかり待ってる。さあ、うわーっと、交錯する、あー、うまい、強い、今のはちょっとなかなかやばいシーンでしたね。はい、いやー、どうで、たまたまじゃないですか、たまたま被っちゃった感じがしますねけど、はい、いやー、レッパがすごかったですね。はい、そう、あの、出ない方の代名詞出ない方の代名詞では、はい、いやー、素晴らしいものを見せてもらいました、ね、はい、A 対 B 再戦になりますね、はい、A 対 B、
じゃんけんしてください。はい、 A 対 B です。じゃあ A チームが後出しですね、はい、B チームが 1P を選択。というわけでスギちゃんが伸び伸びバイソンを選ぶと。最速で、はい、最速でしたね、バイソン、はい、光の速さで選んでいく。まあ実際困りますもん、どうしようかな、バイソンか。さあ出てくるのはザンギですね。スギちゃんが最も苦手としている組み合わせ。私はまああれですけど、大山でいつも破天荒さんがいじめてるの見かけますから分からずいきますからね、はい。さあダブラリー当たって、あー中盤で暴れる。さあ抱きしめ失敗、グランドこかせて、さあ端に行っちゃったけど大丈夫なのかい。大丈夫じゃないです。ないです。あ、食うぐらい、あ、食うぐらい、大丈夫じゃないです。大丈夫じゃなかったです。もうやだ、もうやだと言っておりますもうやだじゃない、あの、はい、開幕、まあ、あの下がるのは、まあ、一つの手ではある、あの、はい、コパン振ってた時にね、ちょうどラッシュアッパーのね、あの前になるんで、はいはい、ですけどそればっかやってるとダブラリー置かれて、はい、運ばれてしまうんですよね。あ、でも中央戻しましたよ。アニョイボームちょっと怖い、ちょっと怖い、怖い。ダブラリー当たる、うん、なんかダブラリーとかね、ダイヤシとかね、はい、もうお構いなしに振ってますよ、いいですよ。まあでもね、これはもう、うん、あ、もうもうだいぶ安全圏な、はい、削り圏内でも、お、振れば今スギちゃんがグラウンドを打っているところ、先っちょ、はい、あたり、うん、先っちょ当てなんですけど、これあのザンギのダイヤシと勝ち合って相打ちになっても、はい、お互い吹っ飛ぶんで、ああなるほど、事故らないっていう、ダイヤシが相打ちになるような形になるから、まあ、そう、まあ先っちょ当てる、行くなら先っちょに、なるほど、当てるのがベスト、はい、これです、ね、まあ、こういうやつですね、これ、これ、しかし、はい、じゃあザンギ前に歩けばいいじゃんってことですよね。そうですね、バックジャンプするとどんどん端が迫ってきますもんね、はい、歩きながらダブラリとかで、ね、うん、打って、わーっと、いやこれはまだ救われる、うん、まだある、あーっと危ないよスギちゃん、じゃあ下がるとね、最後心が折れたね、はい、下がるとこうなります、はい。さて B チームはここで先ほどの大活躍の長州さんがいきます。大将がそれは出すよめんどくさいから俺が倒すわっていうのです。スギちゃんにはザンギでかぶせろと、はい、まあそうですね、当然の権利ですね。さあ長州さんは画面が黄色いんだが、画面が黄色い、画面が黄色いんだがちょっと黄色に触れてますね、はい、おっと走りに行った。やっぱ少々竜ガードさせたらね、うん、結構離れるんですね、ヒットバック。そうですね、かすらせたあと、あー微妙なとこですね。あ、ダブラリヒット、これはダブラリがうまい。まあ少竜拳からのダイヤシで、ダイヤシで、おっと、あ、上が微妙なところ。あー、長州殿下の宝刀来た、これちょうど顔のところに当てる感じでね、はい。さあ波動を、昇竜出るよ、出るよ、はいはいはい、はい、画面足に運んで、はい、波動拳、様子見る、ダブラリしたらダイヤシして、はい、たまに掴み行って、はい、うまい、閉じ込めてますね、はい、あのやっぱスローかかった時に行かないのが偉いですよね、はい、うん。さあ勝ったのは長州さんで、続いては、はい、次のチャレンジャーはこいつだ、誰ださあちょっと、おっと、あー、ビギー、はい、ビギー君ですね、ビギーです。こっちにもバイソンはおるんやと。このバイソンも黄色いな、なんか黄色いですね、みんな黄色いみんな保護色かな、体力ゲージも黄色い、はい、ちょっと
ちょっと辛いな目に辛い。したら先ほどは確か、ハイビギさんが負けちゃったんだよね、はい、なるほど。一周返しですね。投げ返す。投げ返した、はい、あ大パン。すげえ重ねてるなんかこれやりたかったのかな。ハイビギさん結構、はい、流線は割とちょっとワンテンポを下す感じなんですけど、結構牽線は逆にゴリゴリきますね。早く終わらせてくれって感じであの、ね、早く終わらせてくれっていう意思を感じる。感じますか今のストレートもそう、はい、うわ中盤重ねちゃう。うわーっとこれは恐れを知らぬ男。はいはいはいあと膝画面が黄色。あー膝膝あのねなんかはい、置き攻め今膝ループの時は、ちょっと自分でなんかあの 声を出してねやるといいですよ。膝来ると思ったら投げ返せばいいし、昇竜と思ったらガードする。膝昇竜膝どっちかの選択肢を自分で言うわけですちゃんと声に出して言う、ね、声に出して言うと、はい、ちゃんと今のなんか投げたしみたいな、ねはい、どっちつかずが一番良くない、ね、どっちつかずが一番良くないから、はい、そういうことです。うわーっとピオル。はい、これめくればいける、はい、めくればめくったら終わりですね。もうそうですね。でも、はい、フォークってなんだっけ、うん、あでもガードするしかないのかな、うん、なんか逃げれる技ないか。そうですね。さあこれは当たるあれ思わずね足出したくなっちゃうんですよね。はい、はい、回してさあすかして、わあ光る。わざわざ光ってく俺たち、はい、俺たちですね。俺たち来た。見せてくれますよその勇姿を。さあはい、うわあ膝で押し置き。ここは刻んだ。はい、あれ刻んでいいの。まあ許されましたね。結構危ない許されましたね。そうな感じはするけど。さあ抜けて大足当たらない。うわコンドル、コンドルちょうどあの剣のすねのあたりに、ねうん、コンドルが当たるように。絶妙なとこですよね。うまい。うわー上見てる。タス巻き。さあ3回削ってお互い削る、危ない。これは嫌なとこですね。ダイヤシーうまい、置いてある。上許さないね、うん、うわーあーうまい。波動打っちゃった。あー飛んでくる。ガードできる、うん、うわー出なかった。惜しい。いやー惜しい。やっぱ急に来るとね昇竜ねビクってなっちゃうんですよね。出ないもんですからやっぱ。そうそうそう、急に来られると来ねえだろっつったら来るんですよね。やめてほしい。徐々に来てほしい、はい、来るなら言ってほしい。出すよって言ってくれるダメでしょ行くよーって。よしっつってまあでもね三味線が始まるからね。そうそう絶対さあ行くよーって、はい、さあだからコントルっぽいのが出たらもう自分で声に出して言ってみるとか、ね、コントルって言っちゃう。そうコントル、そうそうコントル、ほらコントルコントル飛んでもいないし。いやでも、飛んでもいないし。まあ結果的に飛んでるから。そうだけど心の準備はね大事ですよ。さあほらこれコントル、コントルコントルコントルあるよ。コントル来る。あコントル来た。コントル来そうだな。さあ波動波動、うおー大足一閃。これは行きましたね。行きましたね。波動を、いやあの前歩きは超偉いです、ね、波動を飛んで、うん、その着地に台足を置いておくという、はい、3飛びから、はい、端ですね、これだけで、うん、あ、しかしあっと下がる。下がりましたね。まあまあまあ、まあ、波動拳で追っ払って。フォーク、まあでも竜って結構なんか下がってもいいのかな、はいはい、まあゲージ欲しいっすね。うまい。あーこれは3段でかい、はい、これでかいよ。上飛んでくる。これは昇竜引っ掛ける大昇竜でしたね、はい、あーうまい。あー3ダウン。あー私なんかしゃがみぐらいになっちゃってた。しゃがみぐらいしてましたね。うん、さあ破天荒さんが抜きました。そうかそうか、2回転でぐるぐるってのが。そうですね。これは、うん、来ましたね草さんのチュンリー。はい、さあ一転して青くなりました。そうっすね、はい、目に優しい。やはりこのキャミーステージ、はい、まあでもねチュンリーキラーですよ。チュンリーキラー、チュンリーキラーといやこの破天荒竜さんですよ。はい、ボツでいいって感じなんで、この硬いあれが合うんでしょうね。中盤うまい。おっとこれ引っかかる。さあ今度は竜が真空たまる、はい、じわじわ追ってってゲージ作る。
よし、はい、行くぞ。飛行剣打てないよってね。龍のターン始まるよ、はい、端に追いかけて、まあちょっとさ溜まっちゃうけど、ここで前に飛ぶ波動を着信ファイヤー飛んでくる真空スカッテ、はい、あと今度は逆にねゲージが、うわー惜しい。今なんか下の桟橋にチュンリーの足が貫いてました、めり込みましたけどね、はい、そのまま落ちちまえばいいのにって感じで、なんか足を踏み外せば KO ですね。変な KO になるじゃん。そうそう、ステージギミ、はい、そういうステージギミックね、はい、みたいな。ちょっとワーヒーじゃないんでないんですね。リアルバウトガローもないんで、あーっと高くて、あーきあーきついね。あーきついきついけど波動を出す、まあ波動を出せば、うん、あ竜巻はいい選択。垂直ジャンプからゲージ作る、あーっと抜けてきた。今度は完璧、しっかり合わせられましたね。はい、見てからだからと出せますね。これはついやっぱね。あとどなたがいるんですか。はい、あとは長州さんかな。長州さん負けたよ。あ、ペコさんか。ペコさんだけかな。ペコさんが大将、はい、で、A チームの方も大将かな。はい、大将同士ですね。さあ、大将戦、はい、さっきはうまいゴンブト判定。さっきはクソさん勝ったんだっけ、これなんだっけ。まあ、そうですね、ではい、確かそうですよね。さあだいぶリベンジになるか、はい、剣ペースだが昇竜で当たる。お昇竜拳完璧でした。めくりガード後に昇竜拳最速、はい、投げやろっつってね、おめどうせ投げるやろがいってどうしたんすか、おめどうせ投げるやろがいって感じで昇竜拳をねかましていきましたね。やはり S 剣の昇竜最強、はい、いやもう最強ですわ。カラジャンから台出し、これが相打ちドッケ食らうんだよな、はい、三つを。もうゲージ作る前にさっさと殺しておきたいというのが、そうですね、はい、早く終わらせてくれって感じで、はい、本当にこいつがゲージ持つとろくなことないから。確かにね、はい、うまい投げて受け身なくて、カラジャン大好き、はい、お、でもしっかりガード偉いですね。台足うまーい、ーやるうまいフィニッシュ、うますぎる今のは。いやゴンブトでしたね。やっぱペコさんチュンリー戦すごいっすね、はい、飛びが通るんだわ。これで決勝戦ですね、はい、CA か、B 長州ペコ杉破天荒対、C の友座デレロを忍ぶ男、はい、というわけでじゃあ我々も参りますか。はい、じゃあ C チームは、負けなしで来てるんで、じゃあじゃんけん不要ですね。じゃんけん不要で後出しプラスコンパネ選べます、はい、じゃあ先方座ってください。コンパネ水の好きな方に行ってくれ。C は 2P？ さあ水が始めている。投げ返しができないよ。ニュートンの配信ってどうしてこんなにいつも配信が画質画質がいいんですか。気のせい。まあコンバーターがね、使ってるコンバーターと、あとまあ単純になんか調整してましたよね、頑張って、うん、なんか良くなったとバイソン若松が自慢してました。1080p で配信してるんで、それもありますかね。解像度がいいらしいですね。ああ解像度高い。バソワカが頑張ったと。さあ、スリーがパナスか、いつパナスか。あ、シノーブチュンリーか。パナセスリー離せすぎ離せすぎ離したじゃあちょっとバイソン強すぎますよやっぱり。おっとバイソン掴んでいく。そしかし投げ返される。投げ返しができないですよこの人。しのぶさんいいこと教えてあげます。投げ返しが投げ返しが投げ返しがーこれガード削り角ですけど、
投げ返しが、あれ若松さんの知り合いがいますよ。マミちゃん元気してるか、誰ですかね。もう誰にも分かんない。ちなみに若松さんは今はいないです。とっくに帰られました。早番にはいました。さあ、コパンで飛行券を消そうとしている。よっしゃ、クレイジーガールでパナセーパナセー。ちょっと終わった終わった。誰だよパナセーっつったやつ。いやー、ひどい実況ですねこれ。さあ、破天荒さん、誰にも相談せずにチュンリーといえば俺でしょ、俺でしょみたいなノリで入っていきました。頑張れハテコン。二人目、破天荒流。頑張れハテコン。おお、謎謎。さあ、ジャンプ。え、中パンスよハテちゃん今の。痛すぎる。ああ、行ったのかと思いきや、クライに行った。頑張れハテコン。ハテハテハテコン。ハテハテコン。謎の歌ができちゃいました。知らないですか？ハテコンだよ。ハテコンの歌ですよ。頑張れハテコン。昇竜拳。飛んでいくが投げられてしまう。さあ、謎の殴り合い。ハドハドさあ、ハドハドハド。そして真空が溜まっている。さあ、真空が溜まっている。うん、さあ、ハテコンが強気の波動で一本取り返しましたね。ハテコンだよ。さあ、長州さんは壊れてしまいました。ハテコン飛んでいく。今日は壊れてる。飛んでいく。ハテコン繋がらない。レッパが出る日はちょっと壊れてるらしいです。真空があるぞハテコンには。相手もしかし戦列が溜まってしまった。ハテコン真空が真空。ハテコンがチュンリー戦に定評がある。ハテコンが先ほどの汚名を返上していく。そしてデレローが同キャラしに行く。お、同キャラ仕掛ける。同キャラといえばデレローですよ。なんといってもあのリスティに負けた男ですからね。リスティからいろんなものを学んだはず。対空が出ない。さあ、真空が両方溜まっているが、どうなんだこれ。さあ、なんかおっかなびっくりですね。ああ、打っていった。さあ、ハテコンが相手の2回目の真空が溜まる前に削りでいいので当てときたい。さあ、これで使っていって、おい、何してんだ。ああ、さあ、真空は両者あるが、おい、高いぞ。使う。さあ、ハテコン真空は時間がないぞ。どうだ、行け行け、ハテコン。時間がなかった。時間が。さあ、ハテコン結局最後の最後まで真空を。あれ、使えなかったのが敗因でしょうか。飛んでいく。さあ、これは死んだか。ああ、痛い痛い痛い。ああ、今のは安かったですね。あの、めくりがしゃがみに入れば基本的に殺せます。集合す。さあ、死にそう死にそう、ハテコン死にそう。あ、飛んでくるよ。おお、シックシックシック。ああ、おお。さあ、シンク、もうちょっと早めに打てば昇竜の空振りにお釣りが入ったと思います。
さあ微妙な対戦が、さあ飛んでいく、そしてハデ君も高い高い、さっきから。さあそしてレレローはシンクが溜まっていく、ハデコンのわけわかんない竜巻、そうですね、あっ怪しい。さあ真空はハテコンを持っているが、投げ投竜拳が出る。さあハテコン、真空は使って削りで、削りでスタイル、あ削り。さあハテコン同キャラを制した、俺はリスティより強いんだとアピールしていく。あ男バイソンですね。さあ男バイソンが来て、俺はこいつと戦いたくないと言わんばかりにペコシがこっちに来た。しかしまだハテコンも別に男を勝てないわけじゃないんで、これですね、これが最後まで決まれば、はい、正面投げて、さあプレイに溜まったんで、あ勝利ある、勝利、今のは打ちましょう。さあシンクあるよ、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 抜ける、あー勝利受けるあるよ、ハテコン、ハテハテハテコン、おっとこれピョリオ、あー行かないか、あれ大御所何に言っていいと思うんですけどね。あああバイソンのゲージが、さあ行け、あどうぞ、もう下がっている、なぜか下がっていったハデコン。さあ勝利出ない、打つ、いやあれは大丈夫、大丈夫、それは大丈夫じゃないですよそれも結構怪しいですよ。ああこうなる、やはりまだ真空があるか、ハデコンには。さあ端っこ行け、行けハデコン、時間がないぞ、真空、地上で大ゴスで行くべきでしたね。なるほど、あ男上はちゃんと見てますね。さあこのシンク、おー上から行ってしまった。わあ、ハテコン頑張りました。あ、B チーム3人目かな。長州拳、あ、C チームも3人目なんで3人目同士ですね。おぉ、すかし中足、大パン、かぁ、いや、あのこれさっき自分でダメだって言ってた波動打ってますね。やはり今日の長州さん壊れてます。おっと、中昇竜出なかったかな、中昇竜、歩いて昇竜、さあ昇竜出ない、さあここに来て出なくなってしまう、本望が下手くそでした、コパン昇竜1回も出なかったですね、2回失敗しましたさあ C チームがリーチっすね。いやコンボができるんや、あ大将のペコエスケン、うわストレート、下下、うわ頑張れペコスケ、行けペコスケ、おいおい、ダイヤシ入りそうだったのになぜか、これはお相打ち、
あるよ、これ投げで当たり。ストレート投げ足からの竜巻からの台足ピヨリソあーピヨってさあ竜巻ですね。空中竜巻が当たれば結構ですけども、おっとここからですね。おっとしゃがみアッパーを擦っている恐竜拳からのあーっと止めない。クレイジーが溜まってしまった。うわぁほいっと今の足首が間に合いそうでしたが、うっうわぁどうなんだこれ。さあこれはあるよ。さあこれ投げたら死ぬよ。当たってしまう。なんでコパン上がれ。ダイヤシおぉ今のガードは何だったの。ジャンプ正直からの、あ今日はジャンプ正直からが強かった。めくりをしたかったの。あ、はい、はい、じゃあ優勝は C チーム、トモーザ・デレロ・シノブ男チーム優勝です。まあ、今最後のね振り向きクレイジー、まあ、あれはお見事でしたね。